淡々でございます。年末感出てきました。入荷いたしましたんで、どんどんご紹介いたしましょう。こちらですね、こちらがカニレア。カニレアのですね、あのハワイの方だと普通にあの店頭とかに置いてあること多いんですけど、なかなか国内だと、入荷がないと思います。こちらカニレアテナーの6弦ウクレレを入荷いたしました。木目もねいい、木目でなかなかハワイアンコアの感じがいいんじゃないですかね。はい、こんな感じになっております。6弦のテナー、現行でも弾きやすいですね。6弦セットになっていて、弦の方も、カニレアの、指定されている元々の弦でございますので、ぜひですね、こちらカニレアの6弦、テナー、ちょっとねあのマニアックなウクレレなんですけど、結構歌う歌う方とかはやっぱり6弦を使う方多いんじゃないでしょうか。ということで復弦をねぜひちょっと私も好きなので入れたいなと思いまして、前からお願いしてまして、ようやく到着したような状態でございます。6弦はどちらかというと弾きながら歌を奏でる感じの方にはとってもおすすめな一本かなとイメージとしてありますね。なので、弾きながらコードワークしながら、っていうコードワークとかやりながらちょっとソロとかね、
素敵な音色で、ございます。わしさん歌ってくれないのかな、歌いたいですね。まずはたくさん紹介ちょっとさせていただきますよ。そんなわけで、こちらカニレアウクレレ、ラベルもね25周年ということで変わりましたね。こんな感じになっております。最新どころモデル K1 の T66 ですね、のデラックスモデルとなっておりますので、よろしくお願いいたします。 YouTube の方は一本一本動画を切りますので、よろしくお願いします。